どうも吉本プラモデル部チャーリーこと黒金板垣でーす。今回はバレンタインが近いんで、バレンタインにぴったりなプラモを作りたいと思います。作るプラモはこちらです。じゃーん、ガンダムシードよりアスランザラのプラモを作りたいと思います。ただ作るんじゃ面白くはないんで、こちらですね。じゃじゃーん、アスランのプラモを作って、このシリコン剤で型を取って、そしてチョコを流してみたいと思います。型を取るためにアスランのプラモを素組みしました。いやー、このまんまでも結構イケメンなんですけど、ちょっとわかりますかね、これ。ちょっと隙間あって、このままシリコン流しちゃうとここに挟まっちゃうんで、ちょっとこれを埋めたいと思います。簡単にパテで埋めました。次は、アスランの土台を作るためにこちらの粘土に穴を開けていきたいと思います。いい感じにグサグサできそうなのがこのヤスリの先端ですね。これで、そうですね、ミリアリアが捕虜になったディアッカを刺すかのごとく、こうグサグサ刺していきたいと思います。アスラン埋めてみました。こんな感じでいいですかね。そしてシリコンで流し込むためにレゴブロックで粘土を囲いました。シリコンを混ぜたので、こちらを流し込んでいきたいと思います。はい、ではこちらちょっとずつアスランにまずかけていきたいと思います。よいしょ、結構ね、弱性ありますね。よいしょ、いきます。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょっとずつかけないと、なんか気泡ができちゃうんで、ちょっとずついきますね。はーい。アスランを全部沈めてみました。いやー、結構時間かかりました。シリコンを入れて24時間以上放置しました。触ってみると、あ、結構硬いけどプニプニ、矛盾してますけど、本当に硬いけどプニプニですね。取り出してみたんですけど、なかなかここから取れないです。なんとか剥がせました。いやー、結構時間かかりましたね。はい、型に入れる用のチョコを今溶かしております。チョコ溶けました。このくらいで足りるかな。はい、じゃあ今から入れます。よしよし、いけ。チョコ入れました。まるで、じゃなくてカレーみたいですね。ちょっと余ったんで食べます。美味しい。冷蔵庫で固まるのを待ちます。冷やして固めました。はい、カチカチですね。ではこれから取り出したいと思います。チョコ取り出してみました。いや、なんか前髪がまでチョコがいってなくて、誰だお前状態になっちゃいましたね。いや、ちょっと取り出すときに、首持ってかれちゃいました。なんか顔がどことなく、イザークに似てるって言われたら似てるような気もしなくもないような、日本人形みたいですね。バレンタインも近いので、モケジョの皆さん、いや、モケジョじゃなくて女性の皆さん、こちらのチョコレートおすすめです。ぜひ一度やってみてはいかがでしょうか。ニコニコ笑って戦争はできませんが、ニコニコ笑ってチョコを作ることはできます。以上、吉本プラモデル部チャーリーこと黒金板垣でした。ハッピーバレンタイン。